おはようございます。3月1日でございます。昨日はですね、2月28日21時からオンライン焼肉会にご参加いただきましてありがとうございました。10名以上の方が来てくださったんですよね。オンラインでありながらもなんかね、男同士ワイワイと焼肉を食べるっていうのはなかなかね、面白いもんですね、やっぱりね。であっという間に時間が経っちゃって、私としてはねすごく名残惜しいなっていうのと、やっぱりねこのオンラインでもすごく楽しめたんですけども、やっぱり会場を一つにしてね、みんなで会ってみんなでワイワイとやるっていうのは、やっぱどっかでやりたいなと思いますよね。それこそ西粟倉村の粟倉荘に行って、リニューアルされるそうですけどね、そちらの方で一泊を込みでね楽しめたらいいなと思ったりとか、やっぱり皆さんとねご一緒したいなと思いますよ。いろんな問題ありますけども、コロナのこととかありますけどね、あとはねやっぱり旅費もなんとか工面しないといけないですし、集まろうと思ったら時間も確保しないといけないじゃないですか。でもやっぱりね、男一匹やろうと思ったことできないことはないと思うんですよ。ですんで今はね何月何日にやりますよとは言えませんけども、近い将来できることを本当に楽しみにしています。それまではねまたオンライン焼肉でつながっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。でガチンコマッチョクラブのミスター M さんにこれからはねガチンコ男塾もちょっとやっていくことになると思いますけども、まずはですね精神と肉体を鍛えるためにガチンコ男塾でなんかお題目筋トレリレーか、もしくは名言リレーみたいなのやったらどうかなと思うんですけども、いかがですかね。これはですね特にノルマがあるわけではありませんし、競争するわけではありません。例えば私がダンベルを10回こうやってやるじゃないですか、カーカーカーと。でそこのとこよろしくみたいな感じでやると、それを受け継いだ人がね自分はこういうふうな考え方を今回提供しますみたいな感じで動画でリレーしていくわけなんですよ。でそういうのはどうかなと思いますけども、いかがですかね。何かでね、誰かが起こしたアクションに次は俺次は俺みたいな感じでつながっていくことによって、脳を鍛えていったりとかね、お互いの距離を縮めていったりとか、いろんなね意見の交換して、むしろね同じ共感する意見もそうですけども違った意見に興味を持つってこともやっぱ必要だと思いますんで、男道をねちょっとこれからも追求していきたいなと思います。ちなみにですね「昭和40年男」っていう雑誌があるんですけども、それもテーマにしてなんかねできないかなとぼやぼや思ってるところですね。はい、ミスターMさんの動画も概要欄の方につけておきますのでご覧いただければと思います。では。